はい、皆さんこんにちは。今日のリメイクは現在今私が着用しているね、前開きのベストの型紙を紹介していきたいと思います。これは作りようによっては男女兼用できると思いますので、どうぞ最後までご覧いただきたいと思います。こんな感じです。それではね、早速型紙をご紹介したいと思います。型紙なんですけども、型紙の方はね、男女兼用前開きベスト型紙っていう風な感じでご紹介していきたいと思います。私はね、いつも前身頃と後ろ身頃ね、これは同寸になっております。ですからこの1枚で前も後ろも取っております。幅の方なんですけどね、幅の方は上の方が29センチ取ってます。そして裾の方が30センチになります。そして丈の方が80センチです。そうするとね、後ろの方からですね、後ろの方はここに一応ね、まっすぐな線を引きまして、そこからね、1センチ5ミリ下がりまして、後ろの入りぐりをこんな風に取ります。それから前の方はやはり同じサイズでね、ここ1センチ5ミリ下がりました。このところから35センチ下がりまして、こういう風に斜めに線を引きます。そして肩の方なんですけども、肩の方はこの線をまっすぐ持っていきまして、29センチのところでね、ここから肩下がりを6センチ取ります。6センチ取りましたら、この入りぐりのところと斜めにこういうふうに線を引きます。そしてこの入りぐりから6センチ来たところでね、3センチ幅のダーツを入れます。このダーツはね、細身の方は3センチなくてもいいと思います。と前と前の方が赤い線ですね。それから後ろの方が短い方なんですけども、ダーツの大きさは3センチ幅で、後ろの方が15センチ。それから3センチ幅で、前の方は20センチのダーツを取っております。そして、ここのところは前中心、後ろ中心になりますね。そして裾に行って幅が30センチになります。そしてまっすぐ伸ばしましてね、この30センチ行ったところと、この肩下がりの6センチね、下がったところをこういう斜めに線を引きます。そしたらこの6センチ下がったところから、袖口の分ね、今回は私は24センチ取っております。袖口が24センチです。こんな感じですね。ですから、このところが後ろで、違うところは前の方はね、この前開きのところがここ斜めに下がっておりますし、ダーツの大きさがちょっと前の方が長くなっております。それから、襟の方なんですけども、襟の方はね、この1番、丸1のところと丸2、それから丸3ね、この部分が全部襟がつきます。襟がつきますので、ここにちょっと書いておきましたけども、この輪ね、輪のところがこの背の中心に当たります。ですから、この分でね、この倍の長さが必要になりますよね。ですから、こんな感じで、これが襟の中心になりまして、この後ろの背の中心のところが一応4センチ幅で取りました。4センチ幅で、裾の方が8センチの幅になります。
ですからこれはね、襟の部分を使えば長くても対応できると思います。大体この大きさはね、標準の L サイズの大きさぐらいです。それからね、途中に紐がついたりスナップがついたりしていますけども、それはね、体型に合ったところにつけていただければいいと思います。こんな感じでね、本当に直線縫いでね、簡単にできますので。それからあのサイズね、着物幅は34センチぐらいまで取れますので、そういうところを考慮しながらね、自分の体型に合わせて、長さも一応80センチになっておりますけど、短くても大丈夫ですし、もう少し長くなってもそれは大丈夫だと思います。この型紙を利用することによってね、簡単に前開きのベストができますので、ぜひ作ってみてください。はい、実際に着用しておりますので、改めてね、ポイントになるところをご説明していきたいと思います。はい、実際にね、今の型紙で作ったものをまた着てみましたので、こんな感じです。前の方はこんな感じです。一応ね、前の方はこういう合わさりね、合わさるようにしまして、肩のところにはね、前と後ろにダーツが入っております。それから型紙にちょっと落ちてしまったんですけど、この肩のところにね、5センチほどのスリットが入っております。そしてここが袖口ね、これが24センチなんですけども、このスリットが入りますとね、ここあんまり大きく開けなくても楽にね、あの手を上げ下げすることができますので、その辺はね、体型によって調整してみてください。丈の方は私一応158センチなんですけど、身長の方ね、こんな感じです。あとポケットなんですけどね、ポケットは上の方よりもちょっと下の方がね、使いやすいような気がいたします。それからここにね、紐をつけたんですけどね、中の方は紐がなくて、ここにスナップをつけております。ですから紐なしでね、スナップだけでも十分だと思いますけど、私はこれ飾りにね、こんな風に紐をつけました。こんな感じですね。あと襟なんですけども、襟の方はね、この後ろのこのところがだいたい4センチ5ミリです、幅の方ね。そして前の方に来まして、裾の方までずっとつけてきまして、裾の方がだいたいこのところが8センチですから、自然にこうね、広くなるようにつけてみました。ですから体型によってはね、この襟幅を広くすることによってね、また体型をカバーすることができると思います。それからこの前幅と後ろ幅ね、各々30センチでやってるんですけども、紐の幅はね、だいたい34センチぐらいまではね、できますので、ふくよかな方はね、もう少しここに幅に余裕がありますので、そこは自分でね、調整していただきたいと思います。はい、こんな感じでね、とってもね、これから袖がないとね、結構動きやすいので、ぜひ作ってみて着用してみてください。今日もね、ご視聴いただきましてありがとうございます。